東京の坂井と申します。まあ、皆さんもすでにいろいろとおっしゃっていることなんですけれども、まあ、この判決をざっと読ませていただきまして、特定密保護法が施行されてもその情報公開の制度というのには何の変化もないんだと、取材ですとか報道の自由というのは、まあ、保障されているんだと。これは本当にもう安倍内閣がですね、この法律を導入しようとしたときに、まあ、言っていたようなことをまた裁判所が繰り返して言っているんだなと、堀先生おっしゃってましたけれども、まあ、権力の擁護機関であると、三権分立を捨てたと、裁判所、そういう判決なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、裁判所にも期待はできないというですね、虚しさもあるんですけれども、ただこうやって裁判を続けていくこと自体でですね、この法律の問題点というのは地道に訴えて、社会に訴えていけると思いますので、そういう意味でもですね、諦めずにですね、私自身は上告も戦っていきたいなと思ってます。これからも皆さんの応援ぜひともよろしくお願いいたします。